はい、こんにちは。バーリブレ、長尾和明です。今回、ワールドクラスコミュニティウィーク、タンカレーナンバー10、ベストロングカクテルに選んでいただきましたカクテルを紹介いたします。まずこちらのタンカレーナンバー10、フレッシュなライム、グレープフルーツ、オレンジからなるシトラスハート、そしてアンジェリカ、コリアンダー、カモミールなどのフレッシュなボタニカルがたくさん詰まったジンで、非常に重層的で、柔らか、それでいて爽やかな香りのするプレミアムジンです。そして今回こちらのプレミアムジン、タンカレーナンバー10のシトラスハートのボタニカルをさらに引き上げるために、今回私は2つの自家製副材料を製作いたしました。まず1つ目、こちらは自家製透明パッションフルーツコーディアル。そして2つ目、自家製フルーツピクルス。今回カクテルにはこのピクルス液を使用いたします。こちらのタンカレー、第二次世界大戦中に非常に大きな被害を受けました。そしてたった一機だけ残ったタイニーテンと呼ばれる蒸留機を使って生のボタニカルを生かしたジンを作った。それがこちらのタンカレーナンバー10です。2000年に蒸留が開始されましたが、それまで眠っていたタイニーテン、2000年にたくさんのボタニカル、シトラスハートをギュッと詰まった、蒸気を再び上げました。そして今回私が作るカクテルの名前、リライズナンバー10です。再び上げるという意味ですが、このタンカレーナンバー10を使って作ったじゃあカクテルを飲んでいただいた方のハート、パッション、情熱がまた再び上がるような、そんな、レシピにいたしました。それでは自家製副材料の作り方を説明させていただきます。まず一つ目、自家製透明パッションフルーツコーディアル。まず準備していただくもの。コーディアルが入るグラス、そしてロート、そしてこのようなコーヒーフィルター用意してください。そして材料の説明をいたします。まず、パッションフルーツピューレ。こちら、生花専門店や、あと最近では Amazon なんかでも、販売しております。多分冷凍されて売られていることが多いと思いますので、解凍して常温に戻しておいてください。そして、オレンジピールのスライスですね。こちらがオレンジ2分の1個分。こちらは、オレンジピール、オレンジの皮です。このような身を取って白い部分をこう包丁で取って、スライスいたします。なぜスライスするかと言いますと、このオレンジの香り非常に華やかで、そしてこの皮に少しの苦味が含まれています。この香りと苦味をコーディアルの方に移すために、スライスすることにより、早く、そしてたくさんの量を抽出することができるので、スライスいたします。そしてこのパッションフルーツ、非常にトロピカルな香りですが、トロピカルなこの香りが、このタンカレーナンバー10の、白ワインのような華やかな香りをさらにこう引き上げてくれる素材となります。そして、蜂蜜 30cc、30g にお湯が 10cc、そしてミルク 30cc です。早速作ってまいります。まず、このパッションフルーツのピューレの中にオレンジピールをすべて入れます。じゃあ、ちょっと入れてください。はい。入りましたら、つけておいて、蜂蜜の中に、お湯を入れます。そして、こう、溶かして、馴染ませてください。私たちは、ハニーウォーター、なんかっていうふうに呼ぶんですけれども、こうすることによって、こう、他の素材と、非常に混ざりやすくなります。なんで、そのまま入れると、このピューレにも混ざりにくいんですが、ハニーウォーターにして混ぜやすくします。まあ、蜂蜜の香りも非常に、タンカレーナンバー10が持っている、カモミールのようなフレーバーと非常によく合います。こうしておくと他のカクテルにも使いやすいのでおすすめです。非常にこうシェイクしても混ざりやすいですね。で、これしっかり混ぜます。そして、ミルク、牛乳をちょっと入れてください。
軽く混ぜてラップします。この状態で常温で1時間から2時間ほど置いておいてください。こちらですね。ミルクパンチやミルクウォッシュって呼ばれるすごい昔からある製法なんですけれども、ビタミンと牛乳のカルシウムの成分が化学反応を凝固して、そしてその凝固した部分と凝固してない部分の液体を分けるという作業になります。こうすることにより、ピューレ自体はなかなかこう混ざりにくいと言います。沈殿してしまうんですけれども、非常にシルキーな液体だけを取り出すことができます。雑味やちょっとこう嫌な香りはミルクと一緒に固まって、非常に華やかな香り、そしてシルキーな液体が下から落ちてきます。透明になるので、そういった面でもすごい面白い作用ですね。見えてると思うんですけれども、こんな感じでこうポタポタと落ちてきます。落ちたら、煮沸した容器に移して透明パッションフルーツコーディアルの完成です。2つ目、自家製フルーツピクルスの説明をさせていただきます。はい、ではフルーツピクルスの作り方なんですけれども、まず用意していただくものはこちらの小鍋、そして、煮沸したメーソンジャー、ピクルスをつける容器を用意してください。材料の説明です。まずリンゴ酢 200cc、 白ワイン 160cc、 こちら飲み残したものや料理に使ったもので大丈夫です。あとお水 40cc に蜂蜜 80g、リンゴ酢、非常にたくさんのアミノ酸が含まれています。気持ちを高める、そして体のコンディションを再び上げる作用としてこうアミノ酸がたくさん入っているものを選びました。そしてリンゴからできているので、この単価でナンバーテンが持っているカモミールの香り、そしてシトラスハートにも非常に相性がいいですね。カモミールは大地のリンゴとも呼ばれていて、こうリンゴのような香りのするお花っていうふうに言われています。なのでリンゴを選びました。そしてこれをすべて小鍋に入れます。白ワインも非常に単価でナンバーテンとは相性がいいですし、そもそもこのフルーツピクルス非常に美味しいので、これだけ作るのでもおすすめなぐらい美味しいです。お蜂蜜を全部入れちゃいます。軽く混ぜて、こちらにハーブ、スパイスを加えてまいります。今回私が用意いたしましたのは、こちらのローリエ1枚、スターアニス1個、八角ですね、こう中華のコーナーによく置かれてます。そしてコリアンダーシードです。こちらコリアンダーシード、単価でナンバー10にも使われておりますが、噛むともちろんこのパクチー、コリアンダーの香りもするんですが、それに加えて非常にこう爽やかなシトラスの風味が、特徴的、印象的です。白ワインのような香りがするとも言われていますね。これらを合わせていきます。もちろんこのコリアンダーシードはタンカレーにも使われているので非常にこう相性がいいですし、タンカレーのこのボタニカルフレーバーを存分に引き上げる素材となり得ます。入れまして、軽くなじませたら火にかけてください。最初は強火でも混ぜてれば大丈夫なんですが、沸騰する直前で弱火にしてください。そして5分ほど素材同士をこう混ぜてなじませながら熱を入れてください。そうすることによって素材同士がよく馴染みますし、アルコールを飛ばすという作用もありますので、焦らずゆっくり弱火で温めてください。そうしましたら、そのままハーブごとスパイスごとで結構です。煮沸しておいたメーソンジャーの方にガッと移してください。それをこう冷蔵庫で冷やします。で、冷やしたものがこちらですね。こちらにフルーツをつけていくわけですが、今回私が用意いたしましたフルーツ、マストフルーツが4種類ございます。
まず、なんといっても、リンゴです。アップル、タンカレーが持っているボタニカル、カモミールのフレーバーを引き出す。そして、シトラスハートとも非常に相性がいいリンゴ。もちろん、リンゴ酢を使っているので、ピクルス自体も相性もいいです。そして、パイナップル。こちら、タンカレーの家紋にもなっているパイナップルで、ホスピタリティ、あと、おもてなしの精神を表すというふうに言われています。このパイナップルの甘み、酸味、トロピカルな風味が非常にカクテルにもマッチします。そして、なんといっても、シトラスハート。ライムとオレンジ。オレンジは先ほどピューレのパッションフルーツのコーディアルで使った皮の内側の実の部分、それを使えば1個、ちゃんと綺麗に使い切れます。ライムなんですが、ライムは皮ごとスライスしてください。この皮に含まれている爽やかなライムの香り、そしてこちらも苦味が、アクセントとなり、カクテルにした時、カクテルをシャープな味わいにしますし、ピクルス自体もこう味を複雑にしてくれて、より美味しいピクルスを楽しむことができます。そして、これだけでもいいんですが、その季節に合わせて季節のフルーツを入れてもいいと思います。今回私が選んだのは白桃ですね。その他にも、今でしたら、サクランボや、チェリー、アメリカンチェリーですね。あと、すだち、すももですね。すももなんかも非常に合うと思います。じゃあ、これを全て移してください。よし、チャット入れちゃって大丈夫です。ピクルス本当に栄養たっぷりですし、こうしておくとこうちょっと欲しくなった時にいつでもつまめる、お酒のあてにもなりますので非常におすすめですね。入れるスパイスも皆さんで工夫してみるのもいいかもしれません。でしっかりこう液体に漬け込んで冷蔵庫で一晩置いてください。次の日にはしっかりフルーツにピクルス液が染み込んで美味しくお召し上がりいただけます。今2つの副材料が完成いたしました。それではこちらを使って、リライズナンバー10というカクテルを製作いたします。それではリライズナンバー10作りいたします。シェイカーと、今回グラスに用いるのは、もともとピクルスが付けられていた、こちらの可愛い容器を、ちょっとあえてこう、気分を上げる素材として使わせていただきます。そして、もちろん、こちらが透明パッションフルーツコーディアル。そして、自家製フルーツピクルスの液体。そして、レモンジュース。ですね。なんといっても主役のタンカレーナンバー10。そして、ソーダを使用いたします。それでは、作ってまいります。タンカレーナンバー10の持つ華やかな香り。そちらを引き上げるレシピです。タンカレーナンバー10、30cc。で、自家製透明パッションフルーツコーディアル 20cc。 パッションフルーツのトロピカルな香り、そしてオレンジの華やかな香り、これらが、タンカレーナンバー10のシトラスハートを上げてくれますし、もちろんパッションフルーツに含まれているビタミン C、 そして香りがリラックス効果もありますし、体のコンディション自体も再び上げてくれる素材となっております。そして自家製フルーツピクルス液、じゃあ 20cc、30cc、20cc、20cc。 もちろんご存知の通りピクルス、アミノ酸がたっぷりで、そしてその素材のそのフルーツ自体にも非常に栄養がありますので体にもいい食材です。そしてフレッシュのレモンジュース、こちらを 10cc 入れてカクテルを引き締めます。リライズ。非常に美味しいです。それでは氷をセットしてシェイクいたします。
30cc ほど入れてください。デコレーションにはもちろん漬け込んでおいたフルーツピクルス、そしてミント加え、ストローを刺して完成です。リライズナンバー10、自分で飲んでみたいと思います。いただきます。うん、本当にこのタンカレーナンバー10の持っている白ワインのような、シルキーな白ワインのような華やかな香り、そしてこうリフレッシュできるようなシトラスハートの香りをさらにこう引き立ててくれるカクテルになっております。昼下がりですとか、疲れて帰ってきた、そんな時にこう一杯飲むと本当に気分をリフレッシュさせてくれる、再び上げてくれる、そんなカクテルになっております。すごい大変な時代になりましたけれども、ちょっとこういう副材料を作る時、ちょっとこうワクワクしたりする気持ちもあると思います。そういったこうことを楽しみながら、みんなで頑張っていけたらいいなと思っております。どうも。